鹿児島中央ターミナルビル表記鹿児島中央ターミナルは鹿児島県鹿児島市中央町にあるバスターミナル併設の高層複合ビルである。当ビルは旧南国日本生命ビルの老朽化に伴い建て替えられたもので2012年4月5日に竣工した。1階には南国交通バスターミナルが設置され高速バスで九州各地や鹿児島空港などと結ばれているほか 7から14階には、ソラリア西鉄ホテル鹿児島が入居している。このほか1階には、地元地銀である、鹿児島銀行の支店や、ローソン等の飲食、物販店、地下1階には、地元飲食店街のバス地下、2階には、民間医療機関等、3階から6階には大手、損保会社等のオフィス、コールセンターが入居している。 B1 階1階2階3階から6階7階から14階鹿児島空港連絡バスあたりビル1階に設置されている南国交通が運営するバスターミナル。当ターミナルからは鹿児島市内と県外を結ぶ高速バスすべての路線と鹿児島空港連絡バスなどが発着している。なお、南国交通の鹿児島市内近郊路線は鹿児島中央駅構内より発着するため 当たりターミナルへは乗り入れていない。校舎専用バス乗り場と待合室はガラスで完全に仕切られており、待合室内には以下の施設、設備がある。ありがとうございます。